今日覚えたダンスがねあったんだけど全然動けなくてもうダメだいやダメじゃないんだけどすんごい難しくてダンスどうしよう難しいまだ始めたばっかりな分かってるんだけどさ上手に踊りたい体力つけるように頑張ろうって言われたんだけど体力どうしたらすごい悔しくてさ踊れないこのままだとせっかく 3D になってみんなと踊れることになったとしてもなんかかっこいいパフォーマンスができないって思ってだからダンス頑張ろうって思ったんだけどだってダンスだけもでも厳しいのにさ歌うこともしないといけなくてさなんでこんなに体力ないんだろうなんか簡単なステップみたいなダンスをちょっとやっただけでめちゃめちゃ大変で最初はねちょっと甘く考えててリリカダンスめっちゃ下手でもなんか面白いんじゃないかなみたいに思ってたの実はネタでダンス下手でもいいんじゃないかなって一瞬思ったんだけどでも大切なライブでみんなにかっこいいところ見てほしいなって思ったからねそうリグロスのみんなでやるやつだからリリカだけがさやるんだったらいいけどさリリカだけじゃないからね悲しいわけじゃなくて悔しかったの。踊りたいのに、足が思うように動かなくて。足だけね、動かすのはね、まだギリいけるんだけどね。手もつけてね、やろうとしたらね、もう全然ダメなの。おかしな動きになっちゃうんだよ。そう、動きのセンスもないのに体力もない。体力さえあれば、動きが変でも、最後まで歌い切ることができれば、それはちゃんと完成できるけど、なので、リリカは決めました。歌いながら、体を動かすっていうのを、なるべく毎日練習して、ちゃんと一曲歌い切れるようになるっていうのを、頑張ろうって思う。そう、かなでちゃんが昨日100曲歌ってたじゃん、続けて。リリカは何曲続けて歌えるんだろうって思ったの。今度ね、グループレッスンがあるんだけど、グループレッスンの時までに踊れるようにもなりたい。そうだよね、先輩たちも最初から完璧にできたわけじゃないもんね。リリカも頑張ろうって思った。でも絶対いいもの届けたいから、リリカがちゃんと本番でキレッキレなダンスをみんなにお届けするわ。みんなを驚かせるわ。